サンティアゴ・ボテロ・サンティアゴ・ボテロ・エチェベリは、コロンビア・メデリン出身の自転車競技選手。1996年から2002年まで、スペインの名門チーム、ケルメに在籍。1999年のパリ・ニースで、区間一勝。そして翌2000年のツール・ド・フランスでは、大活躍を見せる。第14ステージにおいて、ツールでは、定番の難所といわれる、イゾアール峠を、トップで通過。 最後は、パオロ・サボルデッリ、マルコ・パンターニラを抑えて、区間優勝を果たした。そして、総合7位に食い込んだほか、山岳賞部門においても、当時同賞を5回獲得していたリシャール・ビランクを、抑えて受賞。2001年、ツール・ド・フランスで、総合8位。世界自転車選手権、個人タイムトライアルでは3位に入り、 山岳レースのみならず、タイムトライアルにおいても非凡な走りを見せつけた。そして2002年、ツール・ド・フランスでは、第9ステージの個人タイムトライアルで、王者、ランス・アームストロングを11秒差しりけ勝利。また5つの峠を通過する、第15ステージでは、エディ・メルクスの息子である、アクセル・メルクスと、序盤から競り合った末、最後は、メルクスらをしりけて勝利。総合では、 自身最高位となる4人に食い込んだ。そして同年10月10日、ゾルダーで行われた世界選手権の個人タイムトライアルで優勝し、悲願のアルカンシエルを手中にする。2003年、T モバイルに移籍。2004年まで在籍したが、アシスト役に徹する機会が多く、これといった戦績を残すことはできなかった。だが、ホナックに移籍した2005年、 ケルメ時代を彷彿とさせるかのような活躍を見せる。同チームのリーダー格的存在となったことが功を、そうし、ツールド・ロマンディでは総合優勝、ドーフィネ・リベルでは、区間2勝を挙げ総合2位。そして、ツールド・フランスでは堂々リーダーとして出場した。しかし、第11ステージで2位に入った程度の成績、結局この年の総合順位は51位に終わった。 それでも2006年シーズンについては、この年のツールドフランスを制することになる、オスカル・ペレイロが、ケス・デパーニュへ移籍したことから、ランディスと共にダブルリーダーの称号を、事実上チーム内から与えられた。同年のカタルーニャ一周で、総合2位に入り、昨年の剣道従来に期するものがあった。だが、その後、思わぬ形でその年のツールに出場できなくなった、ばかりか、ロードレースの、 第一戦からも尻ぞかざるを得ない羽目に陥ることになる。同年の同日にリベル開幕を目前にして、自転車競技会を新刊させた、オペラシオンプエルトに、ボテロも関与しているという疑いが持たれ、6月2日、フォナックはボテロに出場禁止処分を言い渡した。しかし、同年10月2日、コロンビア自転車競技連盟は、ボテロの関与は認められなかったことを表明した。ところで、 ホナックチームは、その後、同年のツールドフランスにおいて総合1位となりながらも、後に失格処分が下ることになるランディスの影響を強くこむり、同年に解散に追い込まれることになる。翌2007年、地元コロンビアのウネ、オルビテルに遺跡、コロンビア国内選手権の個人タイムトライアルや、ブエルターコロンビアで総合優勝を飾るなど、圧倒的な強さを見せつけた。 また2008年、アメリカ合衆国に所在するロックレーシングに移籍した2009年国内選手権個人タイムトライアル優勝。ありがとうございます。